花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。もう桜もね、そろそろ散りかけた、まだですかね、もう風も今日ちょっと強いですけどもですね、そんな中今日は素敵なね、お客様ご紹介しましょう。タメ&つかさのお二人です。まずは曲からいきましょうか。ひととき、このブルーズィーな午後のひととき。どうも、すいません。どうも、タメさん、ね、先々週からね、ありがとうございます。いろいろね、お世話になって。そういう機会ができて、俺は帰ってよかったっていう。ねえ、本当にね、この友情、ね、つかささんもどうも、こんにちは、ありがとうございます。もともとね、つかさ&桜田っていうことで、今日はね、ご紹介しようと思ってたんですけども、桜田さんがちょっと怪我をしてね、なかなかまだ回復してないということですね。一日も早くね、回復していただきたいと思います。また元気なね、姿で、お会いできたらと思います。でね、タメさんがね、バチッと決めて、この今のブルース、スローブルースのなんか曲タイトルとかあるんですか？日替わりブルース。日替わりブルースが出ましたか。日替わりでこうやってこうできちゃうっていうのがね、まあ素敵じゃないですか。ね、歌詞がないからね。ブルース定食、日替わり定食、定食、松下としみさん、いらっしゃいましたね。忘れてました。よろしくお願いします。いかがでしょう、腰の、腰のね。おかけしました、ハイダウェイ。ハイダウェイの前日、もうほとんど当日ですか、あれ、急性なんですか、あれは。
急性腰痛症。腰痛症、まあ、要はぎっくり腰ということですかね。はい、そうです。簡単に言えば。うん、それで急にね、あの、ちょっと動けなかった。まあ、少しは歩けますか、今。そう、あのね、座って立ち上がるときがダメで、うん、歩き始めると、まあまあ大丈夫ですけど。うん、ちょっと座ったり、こうね、立ったりっていうのが、ちょっとまだ痛いです。で、僕もね、腰、あの、骨が粉砕骨折した経験がありますんで、あの、周りのやっぱ筋肉をね、あの、常に少しずつでもこうつけ鍛えた方がいいと思いますよ ね、 すね、腹筋背筋ね、腰が、ね、だから僕もね、ちょっとサボってたら痛くなるもん。そうそう、なんかね、うん、衰えが激しいです、うん、ね、そういう体のね、あの痛みとかそういうことばっかり言いながらね、そうそうそう、このね、完熟ラジオ、完熟ラジオ最近完熟ラジオって言われてるんだから、そうなんですか。そうですよ、あの、まあ、初めて、いいんですよ、もう僕らはね、シルバーですからね、うん、まあ、マコさんは今日はハワイでね、ハワイですね、アロハアロハ、ね、もう帰ってくる、今日は電話かかってこないの、ね、そうね、飛行機、そうそう、前回ね、そうそうそう、電話かかってきたもんね、かかってきた、ね、あれ前回どこ行ってたんだっけ、盲腸、盲腸、ああそうだ、病院からなんだよね、そうだそうだそうだ、ああいうこう電話でそのダイレクトにね、うん、かかってくるって、ね、生放送ならではのね、うん、感じになりましょうけどもですね、ね、今日早速ね、まあ、リクエストいろいろ来てます、まず僕の方からご紹介しましょう、はい、金尾さん、誠さん、松下さん、菊さんや和田さん、こんにちはという、ね、皆様、夜桜花見はいかがでしょうかっていうね、うん、まあ、あの、今真っ盛りかもしれませんね、うん、墨田区某所にある錦糸公園は全然帽子じゃない南方系お姉さんも多く、南方系、ね、桜を見ている暇もないぐらい目が満開ですというね、目が満開です、ね、錦糸公園ありますね、リクエストは上京ソング北飛行であります、よろしくお願いいたします、チャーリー佐藤さん、はい、今日は中井さん5000円来てますね、あ、ちょっと今の懐具合がね、いつも3万円とかこう入ってるんですよね、お花見しすぎたから、ね、あの、お花見しすぎた、ね、うん、かもしれないですね、ありがとうございます、ということで、はい、もう一方、じゃあ松下さんの方からちょっとね、じゃあ、うん、ミキさんから来てますよ、博多ですね、これはね、はい、皆さんこんにちは、急に暖かくなって、能型では来月7日に開催予定のチューリップフェアより1週間も早く開花して逆に困ってるみたいです、うん、あ、能型っていうのはね、僕のふるさとですね、うん、うん、桜のが早く咲いちゃったってこと、俺も困ってんだよね、本当に、ね、それもあるね、7、8がお花見ライブなのにさ本当にどこ、もう完璧に終わってますどこでそう、小金町 の、 あの、うん、大川、あー、はい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 、ね、あの、エディさんとかとよくね、そうそう、和田さんとエディさんと、俺は7日8日出ますんで、うん、あ、そうなんだ、もう桜はないですけど来てください、葉桜、葉桜、それはもう一度いつですか、7日、4月の7、8、7、8、7、8、うん、ね、土日だね、うん、来週、でもまあ、ね、もうちょっと待ってくれればいいね、いいんです、屋形船も走ってるみたいなんで、そうだよね、あの辺すごく綺麗でしょ、うん、毎年 ね、 ね、あの、僕もね、見に行ったことありますよね、あ、一回やりました、僕、ウォッカのお二人と、あの、ちょっと飛びで入ってやったことありますね、そうそう、そこそこね、あそこ、あの、バーの前でしょ、そうですね、アウトサイダーという、あ、アウトサイダー、うん、ね、あの、エディバーンさんもあそこで歌ってる、なんか YouTube 見ましたよ、 あなたとね、お元気でしょうか、お元気です、元気ですか、ね、元気ですか、うん、あの、ね、よろしくお伝えください、はい、これが7、8ですね、はい、つかささんに、タメさん、毎度、うん、毎度どうも、毎度、多分アミタメの2週連続を除けば最も間隔の短い再登場かもしれませんね、前回の盲腸ネタ、盲腸ネタに続けて誠さん絡みのダジャレのお題としては、うん、ハワイでしょうか、うんうん、今日も楽しい時間になることは想像に、難くないので、うん、難しくないので、うん、言う必要ないけど、いつも通りの最高な音楽を含めて、うん、笑顔が見える放送を期待しています、うん、金尾さん、明後日のライブは、うん、エイプリルフールじゃないですよね、うん、楽しんでください、4月1日もあるんですよね、自由が丘でね、はい、ですね、それ出ましたから、うん、明日がまず野毛スモーキーね、
野毛バースモーキー、これは渡辺武志君の、はい、ザ・ウォッカのね、桜井町いい、あの川っぷちでね、横浜野毛スモーキー、これは、まあ、松下俊美さん、はい、ウォッカの武さん渡辺武志君で僕と3人でやります、はい、投げ銭です。投げ銭ですね、はい、でその次の日がですね、あさって4月1日自由が丘、うん、これはねエプリルフールですけどもね、じゃなくてね、これ自由が丘のマルディグラ、マルディグラ、うん、これはですねバンドでやりますね、ごぼう鈴木さんで、まあ、武志君もね、武志君と僕は 2days になりますけども、はいはい、渡辺武志君ギターで、はい、C&ロケッツの浅田武志君ね、はい、ダブル武志で、うん、ごぼう鈴木さんドラムっていうことでね、はいはい、で私で、あとだから博多の時のね、博多の時っていうか、あの博多から来る、まあ、素晴らしいボーカリストがいるんですよ、ほら、まやこちゃん、まやこちゃんね、うん、まやこちゃんってね、オペラでね、というね、でクラシックピアノの人と二人でやるんだけども、うんうん、それも絶妙なのよ。ジェマヤ。あ、いや、え？ジェマヤデュオ。ジェマヤデュオ。うん、ジェマヤデュオっていうね。オペラでね、ロックとか歌う。うん、ロックボイル。そうそうそう。すごいよね。あの、そうそう。だからね、すごい綺麗だしね、うん、すごい着物着てやるんですよ。着物着てやるんだ。着物着てこんだけ。俺一回お会いしてるな。あそこでやりましたね。独特な世界観、世界観があるね、あの、うん、すごいですよね、あれね。ピアノもすごかったですよ。すごい上手。ピアノはまたうまいのよ。国友翔太郎くんもすごいね。で博多弁丸だし。楽屋でほとんどうどんの話しかしてない。どこがうどんがうまいかって。そういう ね、楽しいライブをね。ジョイントライブで。うん、ジョイントライブ。自由が丘。マルディグラやります。4月1日。ぜひね、お越しいただきたいと思います。はい、ということでね、はい、すいません。はい、リクエスト、司さん、うん。本家よりお墨付きをもらったという、横浜本気ドンクブルース。だけど何でも OK。タメさん、鬼殺しの動画でめっちゃかっこよかった。You got to live for yourself. If you love me like you say. だけど何でも OK。カナオさん、マイフレンド。ファニーエンジェル。だけど何でもマイフレンドすごいね。もうマイフレンドはまだねそんなに発表してないんだけど、一回歌ったのよ。あ、歌いました、うん、ちょこっと歌ったんだけども、これはあの作詞があの大山、最高師範っていうか、そうですね、あの大山康彦さんが作詞していただいて、うん、まあ作詞に僕が曲をつけたっていうね、まあそのちょっと今いろいろね、あのそれをどうするかっていうね、ことで試案中なんですけども、ちょっと面白い PS、うん、PS カナオさん、うん、今日の放送は多分カナオさんのバンド仲間の、うん、梅さんのお店でカレー食べながら聞いてるかもしれません。あだってあのね、博多にね、今度ね、ちょっとこの私事で、あのちょっと恐縮なんですけどもね、あの僕の自分の宣伝あんまりしないんだけども、ね、これ宣伝だけちょっとやらせてもらいます。今度九州に行きますが、来週のこの番組が終わってそのまんま九州に、6日ですね、4月6日、はい、これがね、久留米ですね、久留米、あの ラジオの日は久留米、これは久留米の、ミュージックアミューズメント、そう、あのアミューズメント、アミューズメントがファンキードッグですね、久留米ファンキードッグ、これは、4月6日ということでね、これが、これ時間がね、何時からになりましょうかね、時間は8時になってますね、20時開演、そう20時開演ですね、はい、これはね博多から中野茂樹君、はい、ブルースアップですね、で川田典秀君ギター、はい、3名、3名であります、翌日4月7日博多、はい、これはね天神、福岡天神プレアです。これ7日ですね、土曜日、はい、これはバンドでやりますね。その時に、僕はデビューの時の、はい、ドラマーの久富満君、うん、それでその後のバンドのモーターズっていうバンドを組んでた、あの熊谷運営健二君、これはベースですね、それで、デビューからずっと一緒でやってきた、川田典秀君ギターと、であとね、これも昭和時代からの仲間で中野茂樹君ブルースハープですね、はい、それでやります、お楽しみいただきたいです。これはね、6時半からこれ、はい、開演ね、ちょっと早いですけどもね、はい、お越しいただけたらと思います。これジョイントですね。あ、これはあれでしょ、あの諸健さんも、諸岡健二君がね、たまたま一緒に長崎に行くんで、ね、それでその日はね友情出演ということで、はい、
諸家健二さんもね来てくれます。で、ね、で一緒にジョイントするのが、バンドがありますね。なんだっけ、ここには書いてない。あ、こう書いてないか。ね、まあ、ホームページ。リオさん、うん、フェイスブックなんかでね、調べいただきたいと思います。リオさんっていうね、リオね、うん、方の、デュエットですね。はい。その次は長崎。これは西の海音楽祭。うん、で、これもね、すごいたくさん出るんでしょ。出る、いっぱい出る。土日、2日間やるんですよね。2日間あるんです。これ野外音楽堂っていうか、うん、そういうところがあるんですけどもね、はい、それもね、フェイスブックとかで、見ていただきたいと思います。はい。その後10日、4月10日、これ、能形、はい。先ほど出ましたね、チューリップが早咲きしている能形。はい。これがね、チューリップじゃなくて桜が先に来ちゃったんですか。あ、そうだよね。はい。ザ・バーですね。はい。これは、これもね、急遽今日決まりましたけども、川田のリーデ君と、中野茂君も来てくれます。能形、盛り上がりたいと思います。盛り上がってください。ちょっと長くなります。すいません。という、九州ツアーね。はい、頑張ってください。ねということで、ね、なんか何曲か来てましたよ。お二人のね、お二人のスケジュールはまちょっと後から聞きますが、用意しております。それでどうしましょう。タメちゃん行きますか。なんか一曲行きましょう。じゃあリクエストもらって、何のことかなと思ったら、あ、歌詞の一部だったんだなと思って分かった。あ、タイトル違うの。タイトルじゃないけど、そうなんだ。タイトルはなんていうの。I'll go crazy。いいね、やる今日。いいね。なんかありがとうございます。今日いいでやるとかっていうね、この会話がまたこういいである、うん、かっこいいね。ジェームズ・ブラウンの曲です。はい、行ってみようか。はい。If you leave me I go crazy. If you forget me I go crazy.If you forget me, I go crazy. If you quit me, I go crazy. 'Cause I love you, ooh, I love you too much. You got to live for yourself, yourself and nobody else. You got to live for yourself.Yourself and nobody else. If you leave, I go crazy. If you forget me, I go crazy. 'Cause I love you, I love you. Ooh, I love you too much.Yourself and nobody else. You got to live for yourself. Yourself and nobody else. If you leave me, I go crazy. If you forget me, I go crazy. 'Cause I love you, I love you. Ooh, I love you too much. Hey.Thank you. ねえ、これやっぱり素晴らしいね。ありがとうございます。かっこいいじゃないですか。これもね、二人でこうやってやるっていうのは結構ある。この曲初めてだよ、俺。いきなり言われた。マジでどうしましょうかと。かっこいいね。いや、バッチリじゃんね。やっぱね、ためがしっかりしてるからね。ねえ、もう。いや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 。そうだよって思ってる。ねえ。あ、ジェームズ・ブラウンとか結構やってる。いや、何曲やってるね、でもね。あの、アイ・フィール・グッドなんかもやってるし。あ、アイ・フィール・グッドバラードもつかさ。たまにね。あ、そうなんだ。でも、鬼殺しブルースバンドの2人ともボーカルだからね。そうだよね。まあ、もちろんギターとハーモニカ
きながら一人がバンマスで一人がリーダーなの。そうそうそうどっちがリーダーよ。須賀さんがリーダー。本当。あと会計ですね。会計。リーダーとバンマスがねいるっていうのは素晴らしいですね。ちゃんとね貯金してるんですよ。貯金してるの。マジで。どっかツアー行くの？ギャラのほら例えば端数があるじゃないですか。はいはい。ね、あの割り切れないね。300円とかまあちょっと貯金しようっていう時には3000円とか、うん、まあちょっと半端なね、うん、あるんですけど。うん結構それで T シャツ、ねまあね、T シャツ作ったりいろいろそうなんだ二人ともさなんかしっかりしてるよねバンドマンの割にはそれなぜそれを始めたかっていうと、うん、もうさすがに今はみんな大人ですけど、うん、スタジオ代がねえやつがいるんですよそうだよね結局貯金しておけば、うんうんうん、リハの時とか、うん、その貯金でね、うんうんうん、払えるじゃないですかバンドで出せばそうだよ、ね、いちいちはいお前2000円3000円とかでもらってる時にお金のないやつがたまにいるんです、うん、ああなるほど ね、 そ, ううねそんなこともあったね、ね、ありましたねいやでもねバンドってそうだよね、うん、俺最近つくづくそのバンいや今回もね九州、うん、帰るんだけども、うん、もういやいやながら集まってくれるわけよ加納がね、まあ、昔ね一緒にやってた、まあ、同じ釜の飯を食った仲間たちがね、うん、いやいやながらでもねいやいや集まってくれるっていうのはねやっぱその絆があるんだよねどっかでね、うん、俺だけ役者になってさ売れてたりなんかしたらそれも絶対みんなあんまり会いたくないそうじゃ売れてたらいやそういうパターンもあるじゃないだからそういうお話も昔あったんだけど俺はあんまり興味がなかったから、うん、そのやっぱ音楽をやるために出てきたからねちょっと違いますって言って、うん、もうちょっと言葉きついけど、うんなかっただろうしね。そういうこともあったけども、やっぱり今考えるとね、そうやってね、九州とか帰ってね、またみんな集まってくれるっていうのはね、なんか、そういう幸せですよね。でもバンドマンってね、そういうとこあるよね、スタジオ代がないとかさ。ねえ、そうは、もう本当バンドマンって。いや、そんなの普通でいっぱいあるよ。なんだろうね。なかなか来なくて遅れてきたなと思ったら、うんうん、歩いてきたいやいや いきなりカップラーメン買って、うん、スタジオで食べ始めて、うん、お前何やってんだいや今日は何も食っとらんしバスシーンがなかったんじゃとか言って遅刻ですでした、ね、ああなるほどねもう怒ってもしょうがねえなと泣けてくるいやそうやってこうやっぱバンドを やるっつうのはそこからやっぱブルースだね俺たちはいやだよもういやだよ、ね、いやだよまあでもね、またゼロ1個2個つけてほしい。俺昔昭和で歌ってた頃って、要するに何バンドの飯があったのよ。あ、まかないが出たの？まかないね。うん、飯っていうか晩食って言ってたんだけど、晩食、ね。晩食食パン2枚とソーダ水だからね。でも俺さ、だけまだでもいいよ。いやでも晩食がね、いやだからあの当時は。その自分たちで金払って何かやるとかじゃなくてお客様から少しでもね、うんうんうん、いただいてるんだからそういうものも出してくれるのよまかないっていうか、うんうん、でもさこの間浅田君とかとね、うん、九州の出身の、まあ、人とかと話すと、うんうん、昭和の時なんでさソーダ水だったのかねっていう話があってさ食パン2枚とソーダ水だから。ソーダ水って甘いやつ？いや甘くはないんだけど、うん、あとレモネードの時もあったんだけど、うん、で薄いこうジャムがついてる時もあったのよ食パンに、うん、だからもうそういう生活を思い出すとね炭酸の方がほら満足感があるんじゃない？ちょっと思い出してくださいその頃ってさ、うん、今みたいにお茶とか水って売ってない頃なんですよ売ってないねでしょ、 でしょ、うんそうだよね、コーヒーがあったかないかぐらいでコーラとかパンタとかはあったんだけどあ、いけないかった商品いいんじゃない？いや、いい大丈夫ファンタそうそう、うん、だって俺よくコカ・コーラで弁当食べたところあるもん、うん、あ飲み物がもうそうそうお茶なんて売ってない時代そうだよね俺ねご飯によくマヨネーズかけて食べてた、うん、あでもうまいよそれうまいんだよあれやめらんなくなるあったかいご飯にマヨネーズやめらんなくなるわ俺もう大好物だから、うん、ブルース弁当マヨネーズは何でもいや俺マヨネーズが本当に好きだったもんだって俺夜中さ、うん、友達に見られたことあったもんいや友達泊まりに来てて、うん、ほんで夜中さ冷蔵庫の中何にもなくなったのよとマヨネーズがあったからあマヨネーズあったって飲んでたわけいやそれさその冷蔵庫のね明かりを俺が照らされて
あの隣に寝た友達がねもうすげえ気持ち悪かったとか言ってたもんね。ちょっと引くと思います。見たな。ねえ、なんか怖いね。いやいや、それぐらい好きだったんだよ。いや美味しい。ね。うん、もう何でもマヨネーズだと思う。まあね、やめたもんだから。うん、やめた、全然食べないだけじゃないけど、うん、できるだけうちの冷蔵庫には入れないようにしてる。ああ、なるほどね。ドレッシングってやつですね、最近は。ああ、ドレッシングね。おしゃれになった。マヨネーズ確かにね、肉じゃがにねかけると美味しい。肉じゃが、じゃがいもにかけると美味しいんだって。これは、いや、まあ、なんかそうかな、ね、肉じゃがってじゃがいも、じゃがいもに、あ、ポテトサラダみたいな。でだってチーズ ね、 あの ね、 ねやるもんね、うん、うん、ほら、まあ、こういうグルメの話になってしまったよね。グルメじゃないけど、全然ちょっと違うよね。俺たちの話っていうのはそういうマヨネーズ飲むとかさ、そういう話だね。ティッシュを食うのかな。酔っ払ってくるじゃないか。味の素派とか言う、まあ、ね、まあ、そういうことでですね、あの歌いきましょうか。あの、なんかもらってたね、塚田くん。なんかやる今日横浜本気トークだけでも何でもやるの。横浜本気トークやりましょう。やりましょう。もう塚田くんの横浜本気トーク聞いたら、いや、だってこれエディバンさんがね、お墨付きをもらったの。本当、本当、本当です。いつものあの不愛想な感じなんですけど、うん、エディさん、俺これ一生俺 CD とか入れてもいいですか。ああ、そうだね。おうって、うん、なるほどね。いいね。じゃあ、じゃあミキさんのリクエストにお答えしましょうか。横浜本気のブルース。ワン、ツー。映るグラスはブルースの色。例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜フォンキートーンブルース。フェイミングウェイなんかにかぶれちゃってさ、ローズンダイキリなんかに酔いしれていた。あんた知らない、そんな女、横浜本気トーンブルース。飯を食うならオリジナル上手なんてひたふなことを抜かしていた。甘い色の髪のさらって女さ、横浜本気トンクマン。あなたの影を探し求めて一人さすらったこの街角、本木あたりの昔の話さ、横浜フォンキートーン。夢ランドホテルの
she took me 一人飲む酒切なくて映るグラスは過去の色あなた恋しい黄昏の横浜フォンキートーンクルーああなた恋しい黄昏の横浜フォンキートーンクルーイエーイ。あーすごい。いやね、本気だったよ今の。本気で歌ってんじゃんみたいな。本気。あーなたこいし。こういうの上手なんです。ね。ねあうん、だってさ、いいんじゃないですか。振りってすぐに歌えるんです。あ、あれは大変だよね。まあ、頭真っ白くなりそうなんで、うん、想像するだけで。慣れですよ。いやでもね、でもすごくない？あのハモリカ吹きながら歌を歌うっていうのはね、うん、僕はすっごい羨ましいよね。なんかこうものすごくJアイルスとかさ、あのああいう頃のね、なんかこう、うん、ね思い出してそう吹きながら歌うっていうのはすごいよね。だって吹いてすぐでしょ、歌、うん、歌に入るでしょ。僕のギターはここからぶら下げてこういうのさホルダーつけて、うん、やってたよね昔ね僕も。なんかあのなんかかっこ悪いから好きじゃないじゃない。なね、いや僕はね前昔やってたのあれ。あのもう錆びたあの、うん、ホルダーとかまだ持ってるし、もうやってたんだけど吹けなくなっちゃったのよ。俺だってほらそういう吉田拓郎とかあの辺のねイメージのフォークソングのあれだから、うん、ブルースハープとかもうちょっと練習したことあったんだけど吹けなくなっちゃってさ、うんうん、吹けないというかもう最初からそんな吹けないんだけどでもハーモニカの音色が入るだけでも違うものね。違う、ブルージーじゃなくてもさ、うん、なんかこうほっとするでしょ。童謡とかでもいいよね、うん、でもあそう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 。だからそのねブルースだけじゃなくてそのクロマチックのね、うん、感じ ねそういうのいいよね。素晴らしいだろうし。持ってるんだ私。吹けないけど持ってんの買ったの。おそれやったらやんないとじゃあねえ、うん、ウクレレ持ってるじゃないですかあなた。もらったのねえウクレレはねウクレレちょこっとね。ウクレレとかもいいよねなんかねいろいろあれも和む音です ね、 ね、チャラチャラチャラとね、うんうん、じゃあちょっと僕一曲なんか歌いますかよ、ね、あの今日ちょっと ブルージーっていうかあの僕ラグタイムとかあの福岡の頃ねちょっとやってたことがあってまあ そう昔の曲歌ってた曲やろうかな。ミッドナイトブルースっていう、ね、曲があります。キーは E ですかね、うん、E でいきますか。いきますか。 E いいですか。寂しいわ。時計は12時。ブルーな気分。残酷ねあなたで一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていけないから。夜中に。目を覚ますととても憂鬱だわ。そばに彼がいない昔は良かったわ。今さら一人一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていない。
り早く帰って私寂しいわ。時計は12時ブルーな気分、はい、あ今夜も一人一人ぼっちのミッドナイトブルース、とても一人じゃ生きていけないから、生きていけないから、はい、金尾由ミッドナイトブルース、これはと先々週ぐらいミキさんのね、リクエストがありましたけどもね、お届けいたしました。トシミさんこれいいじゃない、振り付けあるね、これブルース体操ってあのやろうかな、ブルース体操やろうと思って、あちょっと頭どんな感じやるの、ね、いやいや今こう今考えながらこうやってただけで、どう足をこう動かしたいね、あいいね、昔ね、うん、あの母がねちょっと脳梗塞になった時に、うん、ちょっと動かなくなって嫌だから、ね、その、うん、教わりに行ったんですよ、あそう、うん、認知症の予防相談士と音楽ケア体操っていうのがあって、一応なんか資格みたいな持ってんの、もら、うん、取りに行ったんです、それでその時にしましょう、ね、うん、歌に合わせてこうあんまり激しい運動できないから手を上げてとか座ってできるような、座ってできるのと立ってる人は、動ける人は動ける人の動きっていう、歌に合わせて言葉があるの、なんかそういう、その時な習ったのはね、うん、どんな感じ、バーラが咲いた、バーラが咲いた、バーラが咲いたってこう足を動かしたり、うん、こんな感じね、あ手を叩いたりとか、結構そういう曲が決まってるんで、うん、こういうブルース体操みたいなのがいいよね、誰、うん、知らない、だから古い歌じゃなくて、うん、なんか新しい音楽の方が刺激があるじゃない、お年寄りもね、うん、あんまりこう決まりきったような歌じゃなくて、うんうん、いいんじゃないかなって、このリズムが、まあ、今ぐらいのね、あの77と同じような、そうだよ、やっぱこのシャッフルっていうのはウキウキしていいですよね、うん、だからそうそうそう、いいかもね、いいかもなと思って、うん、ブルースなんか暗いイメージとかもあるけども、まあ、こんなのいいですよね、うん、いいかもね、だってあの泡踊りだってシャッフルでしょ、あれはシャッフルなんだよね、うん、泡盛り、泡踊りね、あ泡盛りじゃない、そう、泡踊りといえばね、うん、なんか主催者がね、うんうん、破綻してなんか ね、どうしたの、もう主催者の人がこう会社が倒産して、ああ後継者がいなくて赤字で、そうなんだ、今なんとかしようとしているけども、うん、もしかしたら泡踊り、本当阿波踊りってすごいでしょ、本場の徳島の、徳島が大変なんだ、うんうん、あどうなるか分かんないっていうことですね、本当、ああいうのやっぱりしっかり残さないとね、そう、知らなかった、まあ、国でもお祭り予算って取ってくれればいいんじゃないなお祭り予算 ね、うん、そうそうそう、なんかふにゃふにゃってしちゃったから赤字になっちゃったんじゃないですか、ああなんかやっちゃった、余計なとこ使ってんじゃないかな、あ、そうか、そうよね、だってすごい人が来てんだから、そう何十万って、そうだよね、あそれで赤字っていうのはちょっとそうか、あそういうよくわかんないね、詳しいことかもしれないね、詳しいことわかんないね、うん、でも、まあ、そういうね、いろいろあるね、うん、いろいろ、でもこれじゃ体操ね、あの、うん、振り付けを考えよう、あいい、ね、みんなで老人ホーム行こう、慰問にえ、そうそう、あの今度ね、僕も母のとこ九州帰った時にね、1日だけあの空いてるんだけど、ね、うん、だから5日間もあのぶっ通しでなっちゃったけど、母のとこの施設も行くんですよね、だからあの、まあ、ちょっとおそらく覚えてないけど僕のことはね、でもまあ、あの、うん、あのどっかでも覚えてんじゃないかな、そう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 、でもね、その結構重度のアルツハイマーの方がね、この間会ってその母のとこいらして、うん、母の友達なのよ、あそれも表情が全くなかったんだけど、帰りにね、うん、手握ったらね離さなかったもんね、で分かるんだよ ね、 どっかではね、表情は出ないんだけど、だからねそういうものなのよ、だからそうそうそう、もう隣でもう僕 やかましいじゃん、うん、わっわっって言ったらもうびっくりして思い出すかもしれないです、そうです、 そうですよ、だって心はね、 いつ行くの九州、九州、4月の6日から来週の金曜日、うん、6、7、8、9で11日帰ってきますけど、うんうん、10日までやります、ね、俺24日に行くんですよ、え博多に、あれはどこどこ平戸、
平戸行くの大好き。平戸いいところね。長崎の方。長崎。出島。出島の。それ演奏ですか。いやいやいや、ちょっとあの新猫で。何新猫って何。いやもうマジ猫。猫。いや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 、まあ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 。いやいや聞きたい。いやでもいいね。俺もうものすごい思い出があるのよ、平戸。もう平戸私大好き。平戸でさ、俺バンドで、あのまだデビューする前博多いた頃さ、平戸の温泉がある、温泉っていうか、あのホテルで、お前らちょっとあのそこで練習してこいって言われて合宿行ったのよ。で合宿行きつつそのホテルのショーに出るの、うん、でフィリピンのバンブーダンスと俺たちだけよバンブーダンスバンブーダンスがあるわけよ。そこで行ったよ。あ、平戸、平戸でさ、ホテルで、でっかいホテルで、どんちょがあるって、どんちょが開いたらさ、やかましいから、もうみんな浴衣着た人が、スリッパ履いた浴衣着た人が耳こうしてんのよ練習のためにそうそう、練習がてらね、実践だ実践。そうそうそう、そんな一番いいんだよね。でも楽しい思い出だけどね、うん、平戸何しに行くんですか。いやいやいや、ラジオで言っちゃダメじゃん。ダメだ、気になるな、平戸ツツジの研究です、ね、平戸ツツジ、平戸の、そう、まあ、平戸一家じゃ後で聞こうと、うん、後でこっそり。お二人一人でもなんか来てますか、うん、はいはい、カノウシロ音楽魂、はい、カノウさんとしみさん、こんにちは、はい、今日はゲスト、庄司さん、はい、庄司さんって感じ、はい、庄司さん、鈴木さん、こんにちは、鈴木さん、こんにちは。今日は冷たい風ですね、うん、この風で風冷たい、ねうん、満開の桜もちらりちら落ちてしまいそうです、うん、しまいそうな。カナオさん、先日のライブお疲れ様でした。盛り上がりましたね。 ありがとうございました。としみさん、ハイダウェイね、はい、体調はいかがでしょうか。ありがとうございます。まだ治りませんだって、うん、今日のゲスト庄司さん、鈴木さんにリクエスト、うん、庄司さんお得意のカントリーチックな曲をお願いして、カントリーチックだよ、聞いてみたいです、うん、カントリーチック、でも何でも OK です。カントリーチック、カントリーチックなの、うん、金尾さん、九州ツアー頑張ってください。ありがとうございます。九州の皆様お待ちかねですね、はい、今日も皆様にとって良い日でありますように。今日も生放送を聞いてます、蓮見さん、ね、もうこうやってね、聞いてる時に蓮見さん来るとはいいよね。あのハイダーは結構ね、この前来ていただいて、来ていただいてね、蓮見さんもカントリーやってたんですよ多分昔。あ、そうだ、あ、そうかもね、うん、言ってましたね。で、先ほどのほら博多の、あ、博多のね、あの夏リオさんね、夏リオさんっていうあの、はい、まあバッドスタッフっていう、まあ、ハードロックバンド、僕の友達のね、うん、でそのバッドスタッフの、まあ、リズム隊とか、そうギターが僕と昔やってたバンドの、うん、人たちであのやってくれますけども、共演してくださるね、地元のデュオ、デュエット、あの女性男性の夏リオですね、夏リオさんね、よろしくお願いいたします。これは博多プレイ、天神プレアです。これは7月7日ですね、はい、お楽しみください。天神隊、はい、あ、それで、お二人のライブスケジュールいきましょうか、もう早速明日、明日、学芸大学、あ、メイプルハウス、あ、メイプルハウスね、うん、お肉の人、うん、横浜でずっとブルースをやってる女の子がいます。ビッキーっていうのがいるんですけど、あ、フレンズ言ってたね、そう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 、女性アルバートキー、女性アルバートキー、すごいね、あのね、僕一回一緒になったことあるもん、あの、うん、確か二俣川かなんかで一緒になったことあるね、ビッキーさんね、そうね、うん、サムデーかなんかとかね、うん、そう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 、その子たち、その子のバンドと対バンやります、うん、あ、そうなんだ、はい、これ女性ばっかりのバンド、いや、その子だけで、あとはあのすごく若くてかっこいいドラムのこと、あ、そうなんだ、すごい年寄りのベースそうね、あ、それで2バンドとかのあっちのミュージシャンばっかりで、4月に入って、はい、14日ですね、14日土曜日、はい、うん、元住吉パワーズ、パワーズ2、パワーズ2で、ここもニコロシと、うん、あのジェントルドッグスって言ってね、あの、うん、すんげえかっこいい先輩たちなんだけど、年齢で言うのブルースバンドがあってですね、その兄貴たちと、はい、2回目3回目か、そうだ ね、うん、やります。すごくご機嫌なバンドなんで、ここからすごい近いところですね、元住ですからね、2人、あ、そうかそうか、そうなんだ、元住吉、うん、パワーズ、うん、パワー、パワーズ、隣ですって、うん、隣ね、うん、あ、はい、じゃあ今から行きますか、うん、14日ってそれが4月の14日4月14日火曜日でね、土曜日ね、はい、あ、土曜日か、土曜日、
あとはもう4月27日金曜日、うん、毎週偶数月の最終金曜日、うん、大船のハニービーで鬼殺し、ブルースナイトやっております。はいはい、ぜひぜひぜひ。27ですね、うん、それ毎月や今書いてるの笹さん、今入れました今書いてるね偶数月の最終だから確認しないといけない、うん、ということでね、あの頑張っていただきたい、そんな感じでしょうかね。あ、まあ、ここねいろいろまだやってらっしゃる、いろいろねありますけども、あどうぞ、ということでですね、お楽しみいただいてますけども、なんか、どうしましょうか。早いな。早い？早いね。まだ時間ありますよ。ね、ちょっと喋りすぎたの今日。いいじゃないですか。いいじゃないですか。宣伝はちょっと普段あんまりしないんで、まあ、今回九州行くのもね、うん、そんな滅多にないんで、ちょっと今日は宣伝させてもらいました。すいません。うん、これやっぱりラジオで言ってたら嬉しいじゃんね。そう、で農方もほら、農方もね、あのスキタさんの写真展もちょうどやってて、ね、お会いしたいね、うん、スキタさんって知ってる？デビッドボーイとか、うん、あのイギーポップを撮ってた日本人がいて、あのラジオとか出てる人かな。そうそう、スキタ正義さん、ね、あのそうそう、もう80ぐらいの方で、うん、うちのすぐ実家が近くなのよ、でその人は農方先駆けてね、あの盛り上がると思いますけども、東京よりも先に農方でそう4月5月とあの写真展をやるんですよ。ドキュメンタリーかなんか見たかな。そう、映画。そう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 、そうかもしれない、スキタさんのね、そういう方もねいらっしゃるんですね、うん、あの地元だから盛り上がってほしいと思います、僕もね、うん、頑張って、ね、うん、素晴らしい、ということで、はい、タメちゃんなんかじゃあリクエストだからなんかカントリーっぽいやつ、うん、やる、うん、やりましょうか。で、で、うん、これを司やったことないかもしれないですけど、うん、あの、うん、モロカントリーってあんまり実はやったことなくて、うんうん、聞くのは好きでよく聞いてたんですけど、うんうん、あのジェームス・テイラーって人が書いた、あ、ね、バーテンダーズ・ブルースっていう曲があるんで、はい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 、カントリーです、カントリー、カントリー適当に入ってきて、はい、で一口で、あ、いいですいいです、あのなんつうの、シュシュッと終わるように長くならないようにね。Now I'm just a bartender, and I don't like my work, but I don't mind the money at all. I see lots of sad faces and lots of bad cases of folks with their backs to the wall.But I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky-tonk angel to hold me tight, to keep me from slipping away.The smoke fills the air in this honky-tonk bar, and I think about where I'd rather be. But I burned all my bridges, I sunk all my ships, and I'm stranded at the edge of the sea.To keep me from slipping away
ュー。イエーイ。ありがとうございます。ね、今日も楽しくね、やってきましたけどもですね、音楽魂いかがでしたでしょうか。今日のお客様はですね、庄司、強っ。タメちゃんです。タメちゃん。もう出てこないよね。あの、タメちゃん、タメ&ね、あの、司さんのお二人でしたけども、ありがとうございました。ありがとうございました。最後ちょっと、はい。俺やっていい？やりましょう。はい、いきますか。よ。何を？いい。いい。いいいいいい。オッケーオッケー。あのミキサーのリクエストバリエーションやろうかな。たまにね。で立ってしまいましたけどですね、今日はどうもありがとうございました。タメ&スカサのお二人です。あ、お客様、田中さんも今日はありがとうございました。
動画の菊さんありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 思い出が流れる春に罠の花があたりを埋め尽くす。あの人は今はない。人の心が好きさ、不口の山に見る季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また